はい、お疲れでーす、えーと。昨日の後楽園ホールのちょっと感想的な部分の番外編みたいな感じなんですけど昨日のねバックステージコメントが結構面白いところがあって、えー、まあそれが石井のコメントなんですよね石井がジェイクに対して、えー、指摘をするコメントがあってそれが僕の中でね結構印象残ってて。 ちょっとこれは取り上げるべきだなというふうに思いました。はいはい、というわけで、早速え今回の石井のバックステージコメントこれを読み上げていこうと思いますえ。石井選手の昨日のバックステージコメント、えー、バックステージコメントがこれです。ああおい、ゲームよ。ああ毎度毎度な、ガタガタ言ってねえで。ああ俺のことを片付けに来いよああい。それからよ、チェイク・リー。 ああ最後はよああ、俺へのメッセージってことで受け取っていいんだよな。ああおめえよ、何しにこの新日本に入ってきたんだああおい、なんだ金稼げるようになりましたアピールのためかああああゲイブと酒飲むために入団したのかああ それともなんだあのくだらねえ記者会見やるために入団したのかえなめんじゃねえって。えそれともおめえはなんだあのくだらねえ記者会見。え何がフェニックスだえ何が天使の声だえ笑わせんじゃねえって。えそんなくだらねえてめえのよ。恋愛ごっこみたいなこと語ってっからよ。おめえはよ。 未だに中途半端なんだよだがよ、ジェイズ、安心しろ、おめえの,その冷めた熱、俺がまた沸かしてやっからよ、あ覚悟して待っとけ。はいっていう風なのが、昨日の石井選手のバックステージコメントだったわけなんですけども、いやー、やっぱいいっすね、石井教官のさ、この現状の,この選手をこう評価する適正なコメント。 帰ってきましたよ俺たちの石井教官がようやく帰ってきたなっていう感じしますね。ここ G1 シーズンとかって石井はずっと欠場してたんでなんか久々にねこ石井教官によるこのコメント聞くと「お俺たちの石井来た!」みたいなねなんかそんな気持ちになりますけどもねはいあ。ちなみにこのバックステージコメント先ほど流したのはこのとあるめんどくせえプロタチャンネル限定のノーカット版ですからあの実際の公式の方は ところどころで大事な部分がカットされてるんでこの前編が見れるノーカット版はこのとあるめんどくせプローターチャンネル限定ですのではいそれはあのご理解いただければなというふうに思いますね公式もね大事なところはカットしないでくれよっていうのは思うんですけどもねはいまあまあそれはいいんですけどもはいというわけで石井はねこれからジェイクとゲイブこの2人を相手にする感じになりそうですけどもね 多分ゲイブはロイヤルクエストで、えー、ストロング無差別級選手権試合で、ジェイクは国内でこれからどっかでシングル組まれるとか、なんかそんな感じになりそうかなっていうところですけどもね。はい、というわけで、このシリーズね、このジェイク、ゲイブ対本間、石井、これがもうずーっと組まれてて、ちょっと飽き飽きしてる人も多いと思うんですけども、えーまあ、この試合ね、バックステージコメントが一番注目ですね。特に石井 評による、えー、ジェイク評価、はい、これをちょっと毎回楽しみにしながらね、えー、今シリーズ見ていこうかなというふうな感じですね。はい。はい、で、僕もこれからね、後、えー、楽園2日目行ってきますんで、えーまあ、今日も同じカード組まれますけども、バックステージコメントね、えー、注目していこうかなというふうなところです。はい。というわけで、この後後楽園ホールに行ってきますんで、えー、今回はこの辺で失礼します。ではまたよろしくお願いします。See you next time.